いい子で切らせますよね。本当にいい子です。いざとなるとね、はい、この辺はすきばさみですか。あ、ちょっとあの整えたい時はすきばさみで整えたりしています。そのトリマーさんによってあの好みのハサミとかも違うので、うん、私はどちらかというとすきばさみが好きなのでよく使っています。ちなみに私前髪切りすぎたんですけど、はい、あ、そうなんですか。これどうしたらよかったんですか。いや、でも素敵だと思います。笑われた。猫ワン、ワンちゃん猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。松山市北条駅すぐ近くに今年オープンしたドッグサロンらしくら。トリミングサロンらしいけど、お店の中はどうなっているのか隅々までチェックしちゃうよ。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに市や町の役場、愛媛県動物愛護センター、そして警察に届け出てください。収容されてから1週間から2週間で殺処分に回されてしまうというケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン。松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。猫ワン。やってきたのは松山市北条駅からすぐ近くのドッグサロンらしくら。大きなワンちゃんの看板が目印。早速入ってみるよ。天然の木の匂いが爽やか。リラックスするね。あ、店長の林琴美さん、こんにちは。こんにちは。ドッグサロンらしくら今年オープンしましたが、反応いかがですか皆さん。はい、たくさんの方にお越しいただいております。うん、ラシクラっていうのは珍しい名前だと思ったんですが、どういう意味ですか。あ、はい、らしく暮らすをこう一緒にしてラシクラっていう風に決めさせていただいたんですけれども、その子がその子らしく、まあトリミングがこう日常であるように、うん、特別な日ではなくって日常の中にあるように、その子らしく過ごしてもらえるような場所を目指して、この名前を決めました。今日はらしくらちょっとご案内してもらっていいですか。あ、はい、ぜひ中どうぞ。お願いします。失礼して、はい、ワンちゃんが来たらこうやって入るんですか。あ、ワンちゃん、はい、こちらを通ってお預かりします。そしてで、これがカットルーム、今カットをメインでさせていただいているお部屋になります。はい、2頭のワンちゃんがだけ。はい、そうですね、2頭のワンちゃんを基本的にしてながら、バリカンとかいろいろご用意してます。はい、これはちょっと高さも変えれたりとか、ワンちゃんに合わせて、はい、ワンちゃんに合わせて、はい、なんか特別な、はい、ワンちゃん用のドライヤー、はい、そうですね、はい、で風量だったりとか、はあ、温度とかも自由に変えてあげれるので、その子に合わせて、はあ、はい、風量調節、ちょっと風が苦手な子は弱めてあげたり、はあ、温度とかもちょっと暑すぎないように低めで乾かしてあげたりとか、はあ、はい、してます。調整しながら、私たちもびしょ濡れになった時はもうこれで乾かしたりとか。びしょ濡れになることあるんですか。びしょ濡れになることあります。大きい子をシャンプーする時とか、なぜかこう、はあ、髪も濡れるっていう。自分まで、自分までシャンプーしてます。はい。はい。こんなのでかくないですか。そう
です。あ、私猫のしか知らないからか。はい、ああ、そうですね。ワンちゃんによって大きさとか形もいろいろあるので、こういうスリッカーブラシと呼ばれるものも大きさもいろいろありますし、すごい清潔にしてありますね。あとは天然毛ブラシっていうちょっと豚さんとかイノシシさんの毛を使った。ブラシで、まあ、ちょっとブラシがあの型苦手な子とかはこういう優しいブラシで始めしてあげたりとか、子犬さんとか、あと皮膚の弱い子とかですね、もうこういうの使ったりしてあげてます。ワンちゃんに合わせて選ぶんですか？はい、はい、そうですね。抜け毛が多い子はちょっと硬いめのものでちょっと先に取って、後で柔らかいのでブラシしてあげたりとか、はい、そういうふうに合わせて。でこっちは、はい、ケージがありますが、あ、はい、ここで、待ってもらったりとか、はい、あとは、まあ、入った時におトイレしたりとか。あ、この中で、はい、あ、そうですね、まあ、外にドッグランがあるので、はい、あのトリミング前がドッグランにあの行って、あの一緒に行っておトイレ先にしてもらったり、終わってからしてもらったりもしてるんですが、この中でする子もたまにいたりはします。でも OK ですね、シーツが敷いてあったらね、はい、あ、そうですね。あっちは何ですか？こちらはシャンプールームになります。基本的にシャンプーをメインでさせていただいてます。じゃあ流れ的には先にシャンプーをするんですか？はい、そうですね、毛の長い子は先にざっくりと毛を落として、ブラッシングで、ブラッシングとか、あともう毛をもう刈ってしまったり切ってしまったりとか、先に、そうですね、ある程度毛を落とす方がシャンプーの時間も短縮してあげられるので、そこから次シャンプーに入ってっていう形ですね。またでっかい、これは何ですか？ケージ、あのこちらケージドライヤーって言って、ケージドライヤー、ケージドライヤー、そこから大だこのお化けみたいな、大だこのお化けみたいな、何ですか？で風があの得られるんですけども、この中にワンちゃん入っていただいて、この中に入って、はい、休んでもらいながら、うん、乾かす、乾かしてあげれるものになるので、ケージ全体を吸うって感じですか？吹くんですか？風が吹くっていう感じで、吹くんですか？はい、うわー、初めて見ました。結構音が大きく思うんですけど、中は割と静かで、風がこう、まあ、循環するので、あのワンちゃんがその中でこう寝てもらいながら乾いたりとか、あとはこの、あの暑い時期だと鼻が短い子とかはどうしても熱中症が心配なので、こういうふうに風を回して、風で乾かして、ちょっとでも体温も下がるような形でできるように、はい、しております。こういうものがあるんですね。今はこういうシャンプーマシンとかも。なんですか、この樽みたいな。樽みたいな。樽でしょ。ここに、はい、お湯とシャンプーを入れて、はあ、でこういう、こういった先があるんですけど、はあ、ここからこう霧の、あの 水とかシャンプー剤が出るんですけども、はあはあ、それで洗ってあげることで皮膚に浸透しやすくなって、うん、まあ、手洗いするよりもよりこう短い時間で仕上げてあげれるので、特に大きい大型犬で毛が長い子とかはやっぱりこう大変なので、はあ、こういうのがあるとすごくワンちゃんも負担少なく、はあ、してあげれるので使用しております。また湯船にもすのこが敷いてあって、はい、あ、そうですね、これは何です、はい、昔の五右衛門風呂みたいな感じですね。知らないでしょう？あ、知ってますよ。知ってる世代です。これ何ですか？はい、あ、もうこれはあの、まあ、このままだ、あの下のこの素材だとワンちゃん滑ってしまうので、あのすのこで、あの足にも安全ですし、あと少し、優しい、少し高さもあるので、あの、うん、トリマーの体にも負担少なく、あの、あ、なってます。はい、腰が痛くなりますもんね、あまり曲げたらね。そうですね、もう職業病なので腰は。はい、してるんだ。はい、え、こっちは何ですか？こっちはあの小さいワンちゃんとか、あのちょっとこう咳が出やすい子とか用に、はい、まあ、ちょっとこういう大きいバスタブだと、はい、あの深くなってしまうので、うんうん、ちょっとやっぱり息が苦しくなったりしてしまうんですね。そういう時に、まあ、ちっちゃい子とかはちょっと高く上げれること、上げることで息がちょっと しやすく、顔は出せますもんね。そうですね、はい、でその中でしてあげるとやっぱりこう呼吸がしやすいなという印象も、うん、あったり、あとは、まあ、もちろんトリマーの体もこう曲げずに済む、あげ、あの腰痛対策です。大事です。面白いですね、はい、いろんな工夫があるんですね。そうですね。へ、あとはこういう電動テーブルっていうのがあって、電動テーブル、何が自然、あの、こう押すとテーブルが
チでした。テーブルが上がる上がるんです。これ何に合わせて、これはやっぱり大きい子、大きいワンちゃんですね、はあ、がやっぱりこう持ち上げるのが大変だったりとか、やっぱりなかなかこう登るのが難しい子、確かにこれをちょっと移動させて、はい、どうぞ、よいしょ、おまあ、実際はもう少し下げてあげる方が登りやすいんですけども、はあ、下がったぞ。うん、これをしてあげることで、ここを外れるので、おでここからこうピョンピョンと、っとはい、乗ってもらって登るようにしてもらって、はい、いやーすごい、高さも変えることでトリマーの腰対策です。大事なのは腰痛対策、腰痛対策で。トリマーさんがね、長く働いてくれた方がワンちゃんにとっても馴染みの方がいらっしゃった方がいいですもんね。そうですね、はい、大事なのは腰痛対策。腰痛ナチュラルケアドッグアカデミーはワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフをお手伝いします。幼稚園やしつけ教室ではプロのトレーナーが愛犬に合わせたトレーニング方法をご提案。新たな取り組みとしてハーブやアロマなどの自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます。ナチュラルケアドッグアカデミー。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスターなど心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。どんな子ですか、チロルちゃんは。怖がりなんですけど、はい、ちょっと違う、関係ない、船が大好きで鹿島に週に4回行ってるんですよ。自分からもう渡船場にガーッと引っ張っていって、ちゃんと切符売り場の中に入って、で 回数券買ってるから入らなくていいんですけど、中を通って必ず。元船乗りかい。預かりします。預かるときって店長さん嬉しそうですね。もう可愛いので、チロルちゃん嬉しいです。笑顔です。羨ましい。あ、それで奥に入って、はい、今日はどんな感じ、いつもと同じ感じですか。はい、そうですね、はい、すっきりでさせて。これが犬パシっていうのを犬せていただいて。犬なんですか。犬パシ。犬パシって何ですか。はい、その子のこの小さいここに首につけるデバイスがあるんですけども。何ですか。チカチカ光ってて、はいはい、でこの子のこの心拍数を測りながら、はい、その子のストレスチェックをあそこの iPad で出てくるんですけども。はい。はい、え、それをチェックして、もうストレス限界になったら。よちよちよちって言ってるんですか。そうですね、リラックスとか出るの、はい、へえ。もしそこで興奮だった、今ちょっと興奮とか出ましたけど、はい、例えば爪切りとかして興奮とかストレスが出たら、はい、あ、もまあ、爪切りが嫌いなのか、ちょっと苦手なのかもしれないですし、まあ、もしかしたら私たちの持ち方が苦手なのかもしれないので、まあ、その持ち方を変えてみて、どうかなって見たりとか、あ、この持ち方だったらリラックスできるね、じゃあこの持ち方にしようかとかっていう風なちょっとまあ指標になるので。え、ハッピーが出るまで待つんですか。あまりにも興奮するときはちょっと待ってあげたりはしますね。
皮膚の様子とかも見るんですか、はい、こういう時に。あ、そうですね、皮膚の様子、シャンプーの時とか、あとはドライヤーをかけてる時とかにちょっとこう毛がちょうどかき分けられるので、はいはいはい、その時にちょっと様子見たりとか、はい、してます。これなんか肉付きチェックとか。はい、そうですね、体型チェックとかもしたりとか、あとは身体チェック、簡単な身体チェックしてるので、へえ、身体チェック、はい、心臓の音を聞いたりとか、じゃじゃん、こういうのが出ると、はい、これで聴診器、聴診器で心臓の音を聞いたりとかして、おとなしくやってくれて。そうですね。であとはトリマーが全身あのくまなく見てチェック、あの触るので、トリミングの時に、はい、なんでその子のちょっとした変化とかも気づきやすかったり、あ、ここにちょっと小さいイボできたなとか、そういうことも分かるので、そういうのもあのお迎えの時にお伝えしたりとか、はい、お家では飼い主さんが気づかない部分も気づいてあげれることができるので、うん、あのまあ、定期的に来ていただけることが一番のおすすめですかね、うん。爪とかもこちらで切ってくれるんですか。はい、切らせていただいてます。 耳の中の汚れとかもチェックしたりとか。へ、はい、チェックは立派なお耳ですけど、綺麗です。あ、綺麗なんですね、はい、へー、 OK だよ、ね、お家で、はい、ここはケアしてくださいね飼い主さんっていうところありますか。そうですね、まあ、基本的にはあのこういうトリミングっていうものはもう私たちにあのお任せいただいてと思うんですけども、まあ、お家で あのコミュニケーションとして、うん、まあ、そのことをあの例えばすごく爪切りをお家で嫌がるのにお家で頑張って飼い主さんとその子が戦って、うん、あの切るっていうより もうその時はもう私たちに任せていただいて、うん、飼い主さんとは例えばこういう天然毛ブラシとか、はい、優しいブラシで、優しいブラシ、はい、見せてください。こういう感じ。これ豚毛か何かですか。あ、そうですね、豚さんの毛になります。あの愛情表現というか、はい、あの母親が子犬の子を、ね、小さい時こうトリミングしてあげるような感じで、まあ、その子のコミュニケーションの一環としてこう毛を解くっていうよりももう撫でるみたいなような一環でしてあげると、まあ、ブラッシング嫌がるっていう子もなんか意外にこういう天然毛ブラシで優しくあのブラッシングしてあげるとおとなしくあの気持ちよさそうにもしてくれたり、もうその子によってはもう天井を向いてもうお腹見せてごろみたいな子もいたりするので、ほとんど力入ってないですよね。そうですね、もう全然力は入れてないです。私力で、はい、毛を引っ掛けていかに毛を取るかにも集中してたんですけど、はい、あ、もうそれはもう私たちに任せてください。そうなんですか、はい、ブラッシング慣れっていうのをしてもらってると、うんうんうん、私たち あのこういうトリミングの時間もすごく、うん、あのその子にとって負担が少なくしてあげれる一つになるので、はい、散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、量もペットシーツで吸い取ったり、水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。を持つお子様へ、テログループで IT を学びませんか。建築家になってなれるかも。夢を広げるテログループ。うわ、そのハサミの種類あります。なんでこんなに。いや、もう
まあ、その子大きい子から小さい子から、うん、まあ、毛によってもちょっと変えてみたりとかしてその時のチョイスっていうのをしてます。一個一個切れ味とかなんか違うんですか？はい、あ、そうですね、形も違いますし、というかちょっとこれだったら、まあ、ストレートのハサミだったりとか、はい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 、あとは、まあ、こういったちょっと曲がったカーブのハサミだったりとか、であとはこういうすきバサミですね。ですきバサミもちょっと 両方の刃がちょっと毛がごめんなさい、両方の刃がすきバサミだったりとか、ちょっといろんな形状の、はい、ちょっと短めの細かいところをできるものとかをちょっと持ちつつその時に合わせてはい、しております。すごい。今回はこのカットは、はい、ポイントはどこなんですか？ポイントはもうすっきりです。すっきりがテーマで、すっきりカットです。ただちょっと髪の毛はちょっと残ってますよね、はい、あ、そうですね、ポイントじゃないですか？お口周りとか、まあね、こういう顔は基本的にはすっきりなんですけど、はい、丸いのも可愛いので、うん、ちょっと丸みも残しながら、はい、その子の可愛さを出せる、はい、出せるようにカットになってるんですね、はい。けど、あ、そうなんですか。これどうしたらよかったんですか？いや、でも素敵だと思います。笑われた。スキバサミが知ればいい。あ、スキバサミちょっとこう縦にこうしたらちょっと違うかもしれません。そうなんですか。はい、ミニヒントありがとうございます。これは姉からの伝授です。スキバサミを縦に、はい、こういう瞬間割と好きですか？はい、あ、そうですね、なんかその子との2人のこう時間とか空間っていうのはなんか好きですね。なんかいろんなことがこう発想がその時に浮かんだりとかもするので。発想？はい、なんか、あ、こういう風にしてあげたらどうかなとか、あ、こういうトリミング中に結構こう思いつくというか、こういう風にしてあげたらいいかなっていうのが。デザインとか？デザインというよりも私の場合はその子の、 なんですかね、触り方だったりとか、その子が苦手なことを、まあ、こういう風に触ってあげたらいいかなとか、まあ、あとはまあカットとかも、あ、こういう風に切った方がこの毛に毛は切りやすいかもとかってちょっと研究しながら切ったりとか、次の子にちょっとつなげれるように。へー、日々研究ですね。研究ですね。ここは難しいよ、カットが難しい場所だよってのありますか？そうですね、難しい場所、顔周り、顔カットとかは、うん、なんかやっぱりその子によって、まあ、顔だけじゃないですけど違うので、顔が、うん、やっぱり毛質も全然違うので、はい、同じ種類でも、はい、あれ、この頭の毛流が難しいとか。毛流って言うんですか？はい、毛流れが、はい、なんかこうチロルちゃんみたいにこう生えてくれてたらいいんですけど、うん、こう生えてたりする、こう生えたりするので毛流が、その時はおーと思います。その時は適当にやるんだ、はい、研究しながら。なるほど。はい、スキバサミ大活躍、はい、スキバサミ大活躍、ゴールデンのスキバサミ。やっぱりすごくルンルンしてる子はもうずっと振ってる子がいるので危ないですよね。そうなんですよ。あ、できたね、かわいいね。あら、まあ、すっきりと仕上げたこのフォルム、はい、いかがですか？デザイナーとしてはもうチロルちゃん可愛いので何でも可愛いです。素材がいいから、はい、こういうものをお渡ししてまして。ああ、そうなんですね、はい、で、まあ、その日のメニューだったり、うん、おトイレしましたよということだったり、あとは身体チェックで体で気になったことがあったら会員様にお伝えして、はい、で、まあ、
うちの松山北条動物クリニックであれば、あの電子カルテで共有させていただくんですけれども、うん、まあ、他の病院さんがかかりつけの場合、まあ、このお手紙とかも見せていただいたりとか、うん、まあ、飼い主さんがまあ知る、あの自分の子をこう把握するっていう意味でも、あの書かせていただいたりしてます。人工芝だ。喜び、お母さん大好き、お母さん大好き、ずっとついていくじゃないですか。もしかしてトイレとかもついてきますですね。前に来て、前に、お母さん大好き、お座りして、はい、はい、おー、伏せは、あの待ては息子じゃないとしないです。あ、そうなんですか。ありがとうございました。ありがとうございました。気をつけて。愛媛中の飼い主さん、パピーさんからシニアマさんまで幅広く、お受けしております。松山北条動物クリニックが母体のトリミングサロンになります。電子カルテでその子の情報共有をしておりますので、安心してお任せください。隣には、ワンちゃんも一緒に過ごして入れる、カフェが併設しております。トリミングの前や後に、お家の子と一緒に、お過ごしください。ぜひご予約お待ちしております。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが、そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い、伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。猫ワン、猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。タッチちゃんとしない。お手替えてタッチなんです。すいません。お座りして、お手、お手、はい、おかわり、お手、まだタッチって最後するんです。そうですね。